ニューズコーポレーションはメディア界の大物、ルパート・マードックが運営、所有していたアメリカの多国籍マスメディア企業。タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、20世紀、フォックス、フォックス放送など、大手新聞、テレビ、映画会社などを参加に収めていたオーストラリア発祥の世界的なメディアコングローマリットだった。2012年6月28日。 創業者のルパート・マードックは近年の不祥事に対する株主の懸念とより大きな長期的な株主価値を引き出すことを目的にニューズコーポレーションの資産を2つの上場企業にスピンオフすることを発表した。このスピンオフは2013年6月28日に正式に行われニューズコーポレーションは21世紀フォックスと改名され 主にメディア事業を展開し、出版とオーストラリアの放送事業を担う新しいニューズコープが設立された。1979年にオーストラリアのアデレードで設立された。オーストラリア証券取引所、ナスダックに上場しているほか、主に英国以外で上場している、海外会社としてロンドン証券取引所に上場していた。2004年11月12日に、 アメリカ合衆国でラウェア州で会社を再設立し、本拠オーストラリアからアメリカニューヨークに移した。2005年6月30日までの1年間の収益は238億5900万ドルであった。これはニューズコーポレーションが少数派株主である事業からの収入は含まない。グループの売上の約70%はアメリカにおけるビジネスから上がっていた。 ニューズコーポレーションは1979年、ルパート・マードックが、ニューズ・リミテッドの持ち株会社として設立した。ニューズ・リミテッドは、ルパートが父である、新聞王、サーキース・マードックの死後、1952年に、受け継いだ遺産を元手に創立した会社である。相続税の支払いなどで、父のメディアグループはバラバラになり、ルパートの受け継いだ資産の内主なものは、 アデレードの新聞、アデレードニュースであったが、ニューズリミテッドは、その後数年で、オーストラリアの主要都市の新聞を買い取って、拡張を続けていった。彼の経営手法は、赤字を出すなど財政基盤の弱い新聞を買収し、過激な経営強化と、劇的な編集方針転換、ライバル神との戦争開始といった方法で財政を立て直すことにあった。 こうして得た豊富な資金を、彼は、さらなる買収に使用していった。1964年には、首都キャンベラでオーストラリア発の全国紙字、オーストラリアンを創刊、マードックは、クオリティペーパーの発行人として、政治的影響力を強めるようになった。1972年には、シドニーのデイリーテレグラフを買収。 ニューズリミテッドをオーストラリアの3本の指に入るメディアグループへと成長させた。オーストラリア国外では1969年に経営が傾いていたロンドンの新聞座さんを買収、これを戦場的なタブロイド誌に変えて成功を収めた。1970年代にはニューズリミテッドはロンドンやニューヨークの雑誌や新聞に手を伸ばせるほどの勢力となり、 1979年にはグループを新持株会社ニューズコーポレーションのもとに再編した。ニューズリミテッドは当初、オーストラリア労働党を支持する紙面作りを行っていたが、1975年を境に自由党支持に転向し、イギリスでも労働党から保守党支持に転向した。以後、グループは政治的には保守系を支持する論調を張っている。 1981年、ニューズコーポレーションは、イギリスの名門誌タイムズを買収、ザサンなどと共に、イギリスの子会社ニューズインターナショナルの参加に置いた。1980年代半ばには、ロンドン東部郊外のワッピングに大規模な新聞印刷工場を建設したが、これに反対する印刷組合との間で、激しい衝突を起こしている。 マードックは1973年にサンアントニオエクスプレスニュースを買い取りアメリカにおける最初のメディア買収を行ったその後すぐスーパーマーケット売りのタブロイド紙ナショナルスターを創刊1976年にはタブロイド紙ニューヨークポストを買収した1981年には映画会社の20世紀フォックスの半分を買収 1984年には、残りの持ち分も買収した。1985年には、放送局グループのメトロメディアを買収。これが、ABC、NBC、CBS の三大ネットワークに続く合衆国、第四の全国放送網の立ち上げの端緒となった。同年9月4日にマードックは、アメリカの市民権を得て帰化し、合衆国国民の尾身が、 アメリカのテレビ局を所有できるとする法的要件を満たした。翌1986年にメトロメディアは営業を終え、フォックスブロードキャスティングカンパニーが設立された。略称のフォックスの名で知られるこのネットワークは当初96局の放送局で全米の80%の世帯をカバーしていた。若者向けの路線や コップスなどの実録番組で人気を博し、1993年には CBS から NFL 中継を引き抜くなどしたが、全米での市場シェアは限られていた。1990年代半ば以降、全米各地の大手の放送局網を買収し、2000年の買収によって、全米の96%以上の世帯をカバーし、3大ネットワークに並ぶ規模となっている。 1987年にはかつて父が所有し、本拠としていた、オーストラリアのザ・ヘラルドとウィークリー・タイムズの買収に、ついに成功し、父のメディア王国を取り戻した。しかし、1991年には、ニューズコーポレーションが抱えた負債が膨らみ、マードックは1980年代半ばに買収した、アメリカの雑誌事業の多くの売却に追い込まれた。 この原因はマードックが作ったイギリスの衛星放送局スカイテレビジョンが放送開始後数年間で巨額の負債を出したことであり彼はこれまで同様に他の事業の収益で新規事業の穴を補填しようとしたが負債額が多すぎ限界があった1990年ライバル社のブリティッシュサテライトブロードキャスティングをマードック側の条件によって スカイテレビジョンと合併させて、ブリティッシュスカイブロードキャスティングを成立させたことで、補填を止めたが、この後遺症が1991年の事業売却につながっている。1995年、アメリカ連邦通信委員会は、オーストラリアを本拠とするマードックのニューズコーポレーションが、フォックステレビを所有することは違法だと主張し、フォックステレビは精査の対象となった。 しかし一方で、マードック寄りだった FCC は、マードックが、フォックステレビを所有することは、公衆の利益にかなっていると述べている。同じく1995年、ニューズコーポレーションは大手電話、通信会社の MCI コミュニケーションズと共に、インターネットにニュースウェブサイトを立ち上げると発表した。1995年には他にも保守系、ニュース雑誌、 ザ・ウィークリー・スタンダードの創刊オーストラリアでの有料放送、フォックステル、ペイテレビジョンネットワーク創設などが続いた。1996年には、ニュース専門の24時間放送ケーブルテレビ、放送局、フォックスニュースを設立し、CNN のシェアに挑戦した。2000年代には、フォックスニュースは、最も見られている、ケーブルニュースチャンネルを称するほど成長し、 これには2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降の不安な世相に愛国的報道がマッチした影響が強い。2004年の視聴率調査では FOX ニュースはケーブルニュース番組の視聴率トップ10のうち9番組を要するまでになり CNN を引き離している。1999年ニューズコーポレーションは カイリーミノーグやガービッジを要するオーストラリアの大手、インディペンデントレコード会社マッシュルームレコーズの半分、近くを買収、ニューズ参加のフェスティバルレコーズと合併させ、フェスティバルマッシュルームレコーズを設立し、オーストラリアの音楽業界における所有率を高めた。FMR は、マードックの息子、ジェームズ・マードックが経営している。2003年末、ニューズコーポレーションは、 アメリカ最大の衛星テレビ局、ディレクティビーを経営する、ヒューズエレクトロニクスの株式の34%を60億ドルで、ゼネラルモーターズから買収し、参加に収めたが、2006年末、リバティメディアに譲渡することで合意している。2007年、ニューズコーポレーションは、ウォールストリートジャーナルの発行元である出版社、ダウジョーンズに対する買収を進めた。 ウォールストリート・ジャーナル社員や他の経済メディアの間からは、ウォールストリート・ジャーナルが大衆路線のニュース参加に入ることに対する懸念の声が噴出したが、1903年にダウを買収したクラレンス・ W ・バロンの子孫でダウ社に影響を持つバンクロフト家との間で買収についての合意がなされた。買収額は56億ドルと見られている。2012年、 出版部門と娯楽部門に分割されることになった。ただし、議決権の4割は、マードック一族が保有する。2013年6月、出版事業を主とするニューズコープと映画を含むエンターテインメント事業を主とする21世紀フォックスに分社化された。2005年8月の時点で、マードックとその家族は、 ニューズコーポレーションの株式の29%を所有しており、ルパート・マードックが会社を実行支配している。ジョン・マローンが率いるリバティメディアは、1999年に、フォックスリバティネットワークの持ち分と引き換えに、ニューズコーポレーション株式8%を取得。2004年には、メリー・ル・リンチから株式を取得。 17%まで所有比率を引き上げたが、ニューズコーポレーション側の同意なく、行われたためポイズンピルを発動していた。結局、2006年末、リバティメディアが保有していた、ニューズコーポレーション株式16.1%と、ニューズコーポレーションが保有していた、ディレクティービーグループ株式38.5%、及びフォックススポーツネット加盟局3局などを、 交換することに合意した。サウジアラビアの王子であり、キングダムホールディングカンパニーを率いる投資家、アルアリード、ビンタラル・アルサウードは6%から7%の株を持っているとされる。日本では1996年にソフトバンクと組んで、c s 衛星放送プラットフォーム、J スカイビー計画を発表。その一環として、 オーブン社所有の全国朝日放送の株式を取得。これを足がかりに、日本の地上波テレビ局からのコンテンツ供給を、モクロムが、大株主である、朝日新聞社の反発にあい売却した。同年、ソフトバンクと共同でプラットフォーム会社の、J スカイビーを設立。翌1997年には、ソニー、富士テレビジョンも加わる。 J スカイビーは1998年にパーフェクティビーを運営する日本デジタル放送サービスと合併し、スカイパーフェクティビーのスカイサービスとなる。また、1996年には J スカイビーへの番組供給会社としてスカイエンターテイメントに出資、1998年にはニューズブロードキャスティングジャパンを設立。 最大10チャンネルを運営していたが、利用者の伸び悩みから、FOX チャンネル、ナショナルジオグラフィックチャンネルを残して撤退。他社への出資のうち、スターチャンネルを除く、スカイパーフェクトコミュニケーションズや、J スポーツ、日本映画衛星放送、スペースシャワーネットワークの株式は他社に売却した。近年になって、再びチャンネル数拡大の動きがあり、2005年12月には、 フォックスライフ HD2006 年10月にはサスペンスシアターフォックスクライムを開局2007年4月にはイマジカ TV よりホラー TV2008 年4月には概念企画より GLC24 時間英会話 CH の運営を譲り受け2009年4月にはスカパー e いでフォックスプラスを開局している前述の社化により 出版関連事業は、主に新しく誕生した、ニューズコーポレーション、映画を含む、エンターテインメント関連事業は主に21世紀フォックスの、参加となっている。なお、衛星放送のフォックステルやフォックス、スポーツオーストラリアは、ニューズコープオーストラリアに含まれ、21世紀フォックスの、参加ではない。また、この他にインターネットサービスのマイスペースなど、 出版事業と直接関わりがないものでも、ニューズコーポレーションによって所有されている場合がある。ありがとうございます。